はい、ということでね、激辛マニアユッキーくんです。はい。始まりました。激辛マニアユッキー、久々に始まりましたよ。今日はね、暑い。部屋の中がね、なんと、24度ぐらいある。うん。実にですね、暑い。まあ、これで今3月の15日ですからね。すごいですね。異常気象というか、何なのかわかりませんけどね。外はね、だいたい22度まで上がる予想です。はい。はい、今回、食べるのは、進撃ヤギタンメン、隣。東京タンメン、隣。っていう、まあ、東京タンメンやから、あれやろな。生姜が効いた進撃ラー油がうま辛い。だって。まあ、タンメンやから、まあ、焼きそば系ですね。こういった焼きそば系なんですけど。今からこの液体ソースをかけまーす。進撃タンメンなのに、あれなんだね。いわゆるスープが入ってない。なんかタンメンって言うと蒙古タンメンを思い出すけど、まあ、いわゆる蒙古タンメンのパクリっていうよりは、パクリなのか、まあ、何なのかちょっとわかりません。まあ、多分パクリかもしれません。東京タンメン隣。聞いたこともない、ね、メーカーですけど。今日は暑いな、マジで。でもさ、これぐらいのさ、23度、4度、5度ぐらいがさ、ちょうどいいよね。ああ、実にちょうどいい。ちょうどいい気温。なんだけど、また今年の夏もあれかな、40度とか行くのかな。40度だの。ねえ。もう春がなんか夏じみてるよね。春なのに。まだ大体春なってんのかよくわかんないけど。まだ3月15日だから4月もまだなってないのにさ。なんかさ、春ですらないのに、なんかもう夏みたいになってる。春通り越したみたい。あれ、もう外22度なんだけど、みたいな。あれれー、みたいな。それでは、いただきまーす。ん？あ、辛い。あ、辛い。うん。あ、味噌。味噌だ。辛味噌。あ。あ、味噌が効いてる。うん。うん。うん。そこそこ美味しい。そこそこ美味しいな。うん。まあ、そんなでもないけど。うん。で、辛さもまあ。うん。そこまで辛いかっていうあれでもない。うん。これだったらまだ北極ラーメンの方が辛いですね。
これだと辛さもうまさも北極ラーメンに軍配が上がるね。大したことない。麺もなんか、ふにゃ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 でさ、コシが一切感じられない。これ熱湯4分とか言ってるけど、3分の方がいいんじゃないこれ。ふにゃふにゃやで。まあでも、味噌の味だとかなり強いっすね。味噌味が。味噌味が。もうね、あんまり辛くないと見るとね、もう味を評価するしかないんでね。全然辛くねえわ、みたいな感じになったら、もう、あと喋ること、ああ、あんま辛くないですねって言ったら、もうあと何も喋ることないでしょ。だから、味でこの場をつなぐしかないよね。これダメだな、これ。それこそ、ラーメンにすればよかったな。こういううどんっていうか、焼きうどんっていうか、その、焼きそば系のさ、やつじゃなくて。麺がもう、デロデロ。人間持って全然大して辛くない。こりゃ、あれだわ。蒙古タンメン中本に軍配が上がってお前行列ができるのはわかるわ。いかに蒙古タンメン中本がうまいかわかるね。こりゃ辛さ度数は30。辛さ度数30。ご視聴ありがとうございました。